はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。まもるです。はい、バイオハザード実況、パート33ですね。いや、お久しぶりですね。全然やってませんでしたね。あ、もうちょっとであれですね。ロケラン変えるところまででしたね。さあ、張り切っていきましょう。城の内部が見えてきましたね。何かいそう。てか、いますね。完璧にいます。ああ、不意打ちすれば殺せますね。おお、ビビった。あんなに待つよ。周回してますね。ここに橋があるんですよね。気づかれずに、あれですね。こっち渡りたいですね。弱いですね、こいつら。弱い弱い。まだまだ射撃のあれですね、能力が低いですね。あ、私自身がっていうことですね。レオンは別に低くありません。まあ、ここ行くのもね、はめ込まなきゃいけないんですよ、エンブレム。で、まあ、いけないと。で、こっから行くとね。てれてれてれれれん、ゼルダ。この先に獅子への生贄を封印すると書かれている。上にある獅子のドアを開ける何かのようだが。生贄ってエンブレムのことですね。トラバサミのオンパレードですね。チェンソー野郎が来ましたね。
怖いですね、チェーンソーの音。やめて、来ないで。よし。危ないところでしたね、これ。なるほど、ナイフでもできるんですね。初めて知りました。食らったら元も子もないですけどね、これ。怖いですね。確かチェーンソー野郎2人いたんですよね。こいつはおっかねえや。お、いたいた。あんなとこにもういまして。懲りずに来たか、間抜き。これじゃなんかかわいそうすぎますね。ショットガンで戦ってあげましょう。あれじゃあまりにもかわいそうすぎる。君たち嫌い、さいなら。こっちからもかい？なかなか忙しい野郎たちですね。ヤマンバ。おお、ちょうど使ったらありましたね。いや、分かってたわけじゃないですよ。そんな全部のアイテムの配置まで覚えてるわけないじゃないですか。お、封印の鍵。また来ましたね。しつこいやつですね、本当に。
たわいもない。この先にエンブレムがあるのかな。ん？え？針？これもまた同じ仕掛けですね。うわ、怖っ。うわ、今度幼虫までいますよ。やめて。危ない。そう、かからしいやつだ。死に際に飛びかかってきましたよ。ナイスファイト。おお。こんなお宝があるとは。やけに静かですね。こういう、うわって出てきた時より、こういう静寂は恐ろしいですよね。うわ、トロッコですか。これは嫌だな。敵が迫り来るんですよね。これなぜかこう上がれないんですよね。おかしいな。なんで上がれないんだ。ん？向こう側なのか。そう、こんなところで時間を潰されるなんて。あ、ここ撃つんですか。なるほど。後ろにいますね、やっぱり。こういうのショットガンで乗り切るんですよ。はい、もう時間来たんで、ここで一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。